はい、都会での地。今やっても新しいし、すっごい面白い。その辺の最近出たクソゲーよりも新しい。原点にして頂点。これ、起動画面の曲なんだけど、頭が、親の声より聞いた音。で、隠しキャラがいるのね。隠しルート。で、何の情報もなしにやってたから、初めてそのルートに入った時、で、衝撃と感動したのをすごい覚えてる。これが BL ゲームってやつか。面白えって。しかもめちゃくちゃエッチじゃなかった？エロシーンが。めっちゃ噛みついてた記憶があるんだけど。うわー、エッチだー。って発狂してたことしか覚えてない。で、スローダメやり終わった後にスイッチ入っちゃって、10年ぶりに都会ヌちょっとやったのよ。で、何にも覚えてなかったのに、ケースケエンド行けて、うお、ダチョウしなかったと。で、キラルのゲームって全部、フチーカブラさんっていう人が、シナリオ書いてるんだけど、ケイスケがアキラに対して、こう劣等感とかコンプレックス、こうドス黒い感情で歪んじゃう心理描写が、すっごい上手いわけ。もうこれ破綻してんじゃん。さっきこう言ってたじゃん。って、エロゲによくありがちなやつがないから、説得力があるんだよね。もうやる側もちゃんと納得できる。もうストレスがない。この説得力っていうのは、もう漫画でも小説でも何でも、一番大事だよ。で、犬の時って、フチーさんまだ大学卒業したばっかかだと思うんだよね。20代前半。もう22だか23でこの文章力？桃江ちゃんじゃんと。で、桃江ちゃんこの時22とかじゃない？で、これは、フチーさんと、歌プリのタタナさんが持ち込みみたいなことして、まあ、ウロブチがゲームの作り方教えてあげるから、まあ、作ってみなって感じで生まれたんだよね。で、私は、キリ軍が好きだった。偉い人の用心棒の二人で、処刑人って言うんだけど、この処刑人って言葉がね、世界観に合いすぎてて、まあ、多分みんな一番最初、右か左に行って、まあ、軍事のバットか、キリオのバッドエンドを見たと思う。まあ、谷山起生が気違いの役やってると、本当に楽しそうなんで、ほら、楽しそうにしてる人見ると、こっちまで楽しくなるじゃん？やっぱ彼はシャウトしてるぐらいの方がいいっすよね。金色のコルダ初めて見た時に、なんでこんなおとなしい役やってんだろうって思った。もう奴は中間のキャラがないのよ。すっごいおとなしいか、すっごい頭おかしいか。で、メインはケヤキが一番好き。四季は私の趣味ではないので、物心ついた時から趣味趣向変わってない。で、私がヘタレ攻めとかワンコ攻め好きなのは、ケイスケの影響がかなりある。で、タケルってめっちゃウケだよね。超思ってたわ、それ。そうそう。で、リンエンドがね、あれ？そうウケかと思いきや、突っ込んでる。でも私は当時何とも思わなかったね。もうとにかく世界観がすごいし、面白いし、で圧倒されちゃって、公式がこういう展開するなら、公式が正義で、こういうもんなんだって、すげえって全部に感動しかなかった。そういうのも込みで全部面白かった。で、本編でケイスケが暴走してドライバー突っ込むシーンがあるんだけど、バイオハザード8の時かな？中の人がやってた配信をなんとなく見てたら、アイテムでドライバーを見つけたと。そしたら、アキラーってすぐ真似してくれて、それがすっごい嬉しかったんだよね。もうバカみてえに笑った。それ概要欄に貼っときます。こう、BL ゲーに出たって結構隠したいだろうなって思っちゃうから、そうじゃなくて有名なアニメのキャラ、春日のキョンとかと同列に愛してくれてるんだなって思って。男の視聴者も多いと思うんだけど、コメ欄もケースケで埋まってたから、本当にほっこりして、あ、みんな知ってんだなと思って。まあ、キラルのこういうライブのパンフレットとかで、中の人のインタビュー載ってるけど、まあ、みんなキラルというか、ニトロが好きで、また出たいって思ってるもんね。こう、出れたことを誇りに思ってる。まあ、しょうもない内容の BLCD とかゲームとは違うからね。で、ケイスケの中の人はいつもドライバーのことしかコメントしてない。で、グッドエンドで流れるのが、スティルって曲なんだけど、もう久々にエンドロールとセットで聴いたら、泣いちゃったね。ああ、終わった。終わっちゃった。もうお幸せにって気持ちになる。で、ドラマナーは結構画面が明るくてポップな感じがあるので、まあ、グッドエンドで泣いたりとかはそんなにいなかったけど、都会のはさ、もう背景がずっと夜で、もう廃墟で過酷だったからさ、もうそういうので幸せな終わり方すると胸がいっぱいになって泣いちゃうよね。で、ケースケエンドの最後で音量マックスにすると何か言ってんすよ。そういう演出も好きだったなぁ。アキラの中の人が、こう、てんてんてんでセリフがないとこでも、もう全部声入れたって
ていうのは有名な話ですね。で、音楽は私18番が一番好き。あのゲームの BGM モードで017か018番。あのケイスケとアキラが夕日の逆光の中で会話するシーンで流れる曲。サントラだとピースフルタイムっていうタイトル。これね。本編の通り夕日見ながら流すとすっごいエモい。すっごい繰り返し聴いてたね。で、これ四季が出てくる時に流れる曲。でってって。いやもう親の声より聴いたから。もうイグラとかイルレって聞くと、頭が。そう。で、10年ぶりにやったら、世界観が、殺人殺人、廃墟廃墟、みたいな感じなんで、もうエロシーンがあるっちゅっても、これ、衛生的に大丈夫かなって心配になった。もう親の気持ち。で、タタナさんが当時、この逆転裁判のファンブックに寄稿してて、ビビったのよね。もうなるほどがね、キリオでしかない。もう顔がキリ軍でしかない。はい、ラメント。これはまだ売れる前の中村雄一が出てますね。ちょい役で。で、長かったね。で、ライルートやってて、ラストスパートっぽい雰囲気を感じ取ったから、あ、これもうすぐ終わりそうだなって思いながらやってたら、そっから、全然終わんなくて、次の日バイトだったの、朝の9時から、一睡もしないで行ったのを強烈に覚えてる。で、全部クリアすると、スタッフの後書きが見れるんだけど、まあ、うろぶちも遠回しに、まあ、長いと。まあ、荒削りだけど、そこに良さがある。的なことを書いてたね。で、こう悪魔が4人出てくるんだけど、私ベルカルがすっごい好きで、もし無限に時間があったら許されるならまた再プレイして二次創作したい。これだね、悪魔が出てくる時の BGM。 いやー、笹沼明は良かったね。まあ、この絵が青年っぽい、まあ、10代の男の子的な感じなので、私は悪魔のがっちりした体型の方々に夢中だった。もうエロシーン一個も覚えてないんだけど、フラウドのバッドエンドが、この人ね、見た目通りひどい感じだったのは、なんとなく覚えてる。この見た目を裏切らない。バンされるから言えねえわ。リークス様ってウケじゃない？この絵のお父さんだよね、確か。なんか歌うたい攻め、リークス様ウケじゃんって思った記憶があるんだけど。私この歌うたいが出てくる時に流れる曲、もう言語化できないぐらい思い出が詰まってますよ。で、ニトロの音楽はジズってところが作ってるんだけど、もうね、本当に素晴らしい。音楽がゲームを作ってる。で、帰国外と人外魔境のサントラが特に好きで、どっちもニトロのエロゲなんだけど、帰国外は香港マフィアみたいな話で、あ、上海だ。こんな感じで、こういう感じで、ゲームの内容知らなくても、中国っぽい、サイバーパンク味がある。日本が舞台ではなさそうだなっていうのが、わかるのよ。これとか、すごい、中華っぽい音だよね。もうずっと最初から最後まで夜で、晴れないっていうのが、もう音から伝わってくるじゃんね。もうね、ずっとこんな感じなんすよ。もうタイマーやるよりこれ聞けば頭おかしくなれるから。まあ、宗教施設で流れてるような曲、あの風邪ひいた時に見る悪夢。私はこれを聞きながら夜人気がないところを散歩するのがすごい好きなんだよね。だから、ジズの音楽は、引き込む力が凄まじいんだよね。もう、ダイソン並みの吸引力。もう、音楽が世界観を作ってる。で、ラメントは世界観がファンタジーなんで、ケルト音楽っぽい感じなのね。主題歌もラテン語だったと思うんだけど。こんな感じっすね。はい、もう世界観がこういう感じなんで、音がこうすごい森っぽかったりするんですよ。もうこれとか聞くと、頭がってなるもん。もう懐かしくて、とにかく長かった。このさ、悪魔が出てくる時の音楽、四季が出てくる時の音楽並みに面白いんだが。だキラルの中で一番 BGM に力入ってるのはラメントだなーって感じる。まあ、長かったから、聞いてる時間が長いじゃん。だからそう感じるっ
ていうのもあるけど、でウェンディエンドっていうみんなが大好きな曲があるんだけど、私も本当に好きで、こうバイトの帰り聞きながら帰って、今信号待ちしてる他の人たち、お前が18禁 BL ゲームの最高の曲聴いてるなんて誰も思わないだろうなって考えて、よく悦に浸ってた。だこれバッドエンドで流れる曲だよねっていうのと、曲の完成度が高すぎるからみんなの心に強烈に残ったのかなと。奇跡の曲だね。男女のデュエット曲ってあんまりないもんね。この曲にたどり着くためだけにやるまである。もうライブもこれを聴きに行ってるまである。もしこの曲を一緒に歌ってくれる男性がいたら、もう一発で好きになっちゃうね。だ曲単体で聴いてもあんまり良さが分かんないと思うんだよね。30時間ぐらいやった末にバッドエンド見て、あーって放心状態で聴くから心に残るんだよね。だエロゲの方のニトロユーザーの男性でも、曲だけは知ってるって人が多かったような印象。当時エロゲーマーの男性のフォロワーがこのウェンディエンドについてちょっとブログで書いてくれてて、すっごい嬉しかったのを覚えてるね。ウェンディエンガー、このゲーム長すぎるんで、生きてる間にもう一回プレイすることない気がするな。はい、スイートプール。これはケツから血が出る話。当時2ちゃんのスレでエロシーンのスチル CG が洋物の AV みたい、おーイエスって聞こえてきそうって書いてた人がいて、もうあまりにも面白すぎて、スイプーって言うと真っ先にこれ思い出す。またね、確かにって思っちゃうんだよ。絵がね、外国人っぽいちゃっぽいから。あれっす。雨が降ってて、学校の焼却炉かなんかのとこで、鉄夫が幼児に後ろからやるやつの絵のことを言ってた。で、前夜ってキャラがいまして、こうナタデココの缶飲料を飲んで、取れないとか言って、舌が血だらけなの。やばいでしょ。で、ヤクザの息子で、でもそのお父さんが宗教信者なの。でこの人は北にって言って、お父さんの部下で前夜のお世話係なの。一緒に住んでて、ベンツで学校の送り迎えしてる。で前夜が眼帯してるんだけど、こう取るとぐじゅぐじゅしてるのね。で、夜な夜なそれを外して舐めろって言うのよ。この黒手袋をお世話係に舐めさすのよ。でそこの絵もちゃんとあんの。で私頭がおかしくなって、うわーってなってしまい、もともと年下攻め好きなんで、黒手袋も好きなんで、まあ、ホームページを作っちゃうほど好きだったんだよね。相当なエネルギーがないと二次創作したりサイト作ったりしないよ。それくらい情緒が破壊されて、一緒に住んでるってなんて書きやすいんだってもう絶叫しながらやたら鍵括弧劇場を書いてたわ。でその頃まだピクシブない。あったかもだけど、まだ流行る前だから、個人サイトだったもん。まだサーチエンジンがあって登録してた。いにしえのサーチエンジン。で四季と前夜はどっちも緑川光だけど、落差がすごいね。で、どっちも合ってるからすごいわ。で、イグアナ飼ってっから。名前なんだっけ？クリスチャン。クリスティ。クリス。もうイグアナになりたかったもん。で、ヤンデレ、ヤンデレ？の空の太陽なんで、好きな方はぜひ。空の太陽の声は本当にヤンデレと相性いいよな。あとうさんくさいよさこうじかな。もういろいろとプレイしてお確かめください。3000円以下で買えるから。でこのライブ赤坂ブリッツ行ったんだけど、スタンディングのライブに慣れてないからリュックで行っちゃって、ロッカー開いてないし、あもういいかって足の間に挟んで見てたのよ。でもライブが後半になるにつれて押されてリュックどっか行っちゃって、終わって人がバーっていなくなったら、結構前の方でむちゃくちゃに踏まれてた。あそこにあったとかじゃなくて、もうこんな向こう。こっちが鉄夫で、こっちが幼児って言うんだけど、みんな鉄夫のドラマパートですすり泣いてるんだけど、で私もちょっと泣いたんだけど、リュックどこ行ったんだろうってのが気が気じゃなくて、あんま集中できんかった。スタンディングはね、手ぶらで行かなきゃダメ。もうロッカーに預けるとかじゃない。もう家出る時から手ぶら。で、キラル作品の中でも、この二人の人気って、もうズバ抜けてる気がする。もう、鉄曜関連みんなすぐ泣く。で、この全年齢移植版で、絵が別人になってるというね。
多分書いた人同じだよ。で、こういうのはね、何回もやるもんじゃない。こう好きだからって何回もプレイすると、次にこういう演出が来るって分かっちゃうじゃん？感動が薄れるから、やったらめったらやるもんじゃない。10年に1回ぐらいがちょうどいい。はい、ドラマティカルマーダー。てか、ウイトリだよね。メガネの方が攻め。まじまじゅんじが攻めだから、必然的に、まあ、どっちか迷うけど、このリコネクトのファンブックにあまりにひどすぎてボツになったトリップのバッドエンドのシナリオが載ってて、だからなのかわかんないけどずっと高騰してたの。なんか動物にやらせるみたいな。で、私は2年くらい前に駿河屋で7000円で買った。そしたらその後に電子版が出た。みんなが手に入るようになってよかったです。で、原画がホニャララさんっていう人なんだけど、絶対デッサン崩壊しないの。絵が上手すぎる。もう男性の筋肉とか体が上手すぎ。世界で一番絵が上手い人だと思ってる。こんな風に絵描けたら楽しいだろうなーの極み。で、青葉の声がすごい合ってたと思ってて、去年ヌーベが30周年で、公式がアニメ上げてたの。で、こう、なんとなく見てたら、いや、キサイチくん出とるやん。声聞けばわかるね、すぐ。で、スラムダンク映画やったじゃん？東映版スラムダンク大好きだったから、こう懐かしくなってアマプラで見てたら、またキサイチくん出とるやん。青葉やった時、40歳だよ。すごいよね。で、青葉は20歳くらいだと思うんだけど、合ってた。聞いたことない声だったから、すごい良かった。新鮮で、ほら、またこいつかよ。もう飽きたよって思うこと多いからさ。まあ、スロダメのトアは割とそうだったんだけど、あ、そう、私、コウジャクの中の人があんまり好きではないので、声がね。で、ドラマナの発売日に、あーもう佐川今日来ねえじゃん、楽しみにしてたのにって風呂入ったら、びっちゃびちゃになった途端ピンポーンって来て、あ、ちょっと待ってくださいって叫んで、もう髪びっちゃびちゃ、パジャマびっちゃびちゃのままで慌てて出たことをすっごい覚えてる。で、多分真相ルートだと思うんだけど、僕の夏休み8月32日みたいなバグ演出があるの。それがすっごい好きで、もうこれが見れただけで、本当にやってよかったって思った。電脳世界の話だから、コンピューターがおかしくなるみたいな演出って、都外犬ではできないからね。で、ノイズのピアスは全部で何個あるのかって数えてブログに書いたりしてた。あの頃も働きたくないからずっと死にたかったんだけど、あの頃は楽しかったなぁ。ミンクさんはみんな大好きミンクさんなんで。ミンクさんね、ちょっと顔が好きすぎて直視できない。ちゃんと見ると目が焼けちゃうから、ずっとこう、半目でやってた。こんなに声が低い人がこの世にいるんだなぁ。ドラマだの前後で、沢真中フィーバーが起きてたような。シチュエーション CD、また沢真中、沢真中。また当時、ツイッターでレンの中の人の奥様がドラマだに出たことをすっすごい喜んでて、それが微笑ましくて、すごい和んだ。まあ、やった人わかるけど、レンはなかなかあれなんで、そりゃめっちゃ嬉しいよねって私もニコニコしてた。私もレンに関してはびっくりしたもん。やっぱ BL ゲームって面白えって。私もともとクレバーとかが好きで、電子音とかテクノ、ファミコンみたいなピコピコした音大好きだったんで、ドラマだの音はドストライクだったの。で、Go to Bed も好きになっちゃって、だドラマだから入って普通にライブも行った。もう普通にミーハーで恥ずかしい。PV がよくネタにされる Go Go I n e が一番好き。このシンセスピアンズに入ってるドッツダッシュが一番好きだね。そう、これニコニコで見てほしいんだけど、キモいセンスがすごいって書かれてて、コメントと一緒に見るまでがセット。近くにいた遠い人は不穏の向こう。で、キラルが BGM と曲の依頼に行った時に、R18 の BL ゲームなんですけどって言ったら、あ、もううちに18禁みたいのがいるから大丈夫ですって言って OK してくれたんだよ。カリガリにアオさんっていう人がいて、この人がゲイを公言してるん で、 で、2022年のスロダメのライブ行ったんだけど、もう石井修司本当可愛かった。一番着なさそうなのに一人だけライブ T シャツ着てて、もうギャップ。ジョンコナーカット、シャツイン、で赤ジャケット着てて、水飲むタイミングが独特すぎてツボだった。いや、魔性だね。ジョンコナーカットあんなに似合う三次元の人間おらん。まあ、石井修司は化粧しないで、割と素顔のまま売った方が、まあ、カリガリもGo to Bedもどっちもビジュアル系
だからまあ仕方ないのか。で石井修司はずっと売れたいって言ってるイメージがあるんで、みんなライブとか行ってあげてください。これね、2009年6月にやったニトロのライブで私行ったんだけど、表紙のスーパーソニコの通り、メインはエロゲだったわけ。で、まあイベント常連の中の人が来て、そう、トガイヌの生アフレコをやったのよ。そのキラルの枠が結構長くて、エロゲの方の男性のお客さん多かったから、みんなわかるのかなってハラハラしちゃって、もうずっとこんな。でもこのオタクの男たちがみんなあったかくてね、みんなちゃんと分かってたよ。もう拍手もわーって感じで、もうエロゲ好きに悪いやつはいないわ。これ楽しかったなー。 JCB ホールだったんだけど、全然ぎゅうぎゅうじゃなくて、こう後ろの方でまったり見てた。まあ、主人公の中ではアキラが一番好きかな。まあ、コノエはちょっと幼い感じで、で、ヨウジはちょっと暗い。アオバもまあどっちかっていうと可愛い感じだし、トアはビッチじゃん。アキラが一番男らしいかなって思うから。ケイヤキがずっと好き。まあ、ケイスケみたいなキャラはね、まあ、工場エンドももちろん最高なんだけど、やっぱダッチョエンドの方がしっくりくるよね。しっくりきてしまう。いやもうスロダメから3年経ったのやば。あのタコおじさんのドラマ CD だけ聞いたんだけど、他の男と寝たのかってセリフがあって、もう笑いすぎて、もう BLCD 何年も聞いてなくて、体勢が落ちてたんで、あーって発狂しながら再生してた。で、マダラメの CD まだ入手してないんだけど、このジャケめっちゃ好きなんですけど、で、またパン食ってるって思った。小麦粉。あ、これね、マジ、夢の共演すぎて、ニコニコしながら読んでた。マジ最高。いや、もう、鬼畜メガネとか、ラッキードッグの話もしたかったんだけど、もう、長くなっちゃって。で、ニトロはもう、刀剣乱舞にかかりきりになっちゃって、FGO も結構関わってんのかな？もう、買い切りのゲーム出ないんだよね。ソシャゲの課金システムの方が儲かるから。もう私なんか古い人間なんで、いっぱいゲーム出してほしいなーって思ってます。もうエロゲの方も最後に出たの2018年だからね。まあ、ウロブチにもまたエロゲのシナリオ書いてほしいっすけどね。で、キラルが来年2025年で20周年なんで、まあ、デカめのライブとかやるんじゃないかな。はい、もう今からプレイしても十分間に合いますよと。何を言われようが、これが私の生き方だ。嫌なことから逃げてたって、誰かを笑顔にできるんだ。